政治資金的正解委員会は日本の官公庁の一つであり、総務省の特別の機関である。政治資金規制法に基づき総務省に設置された特別の機関である。政治資金収支報告書の記載方法の基本的方針を定めることや、登録政治資金監査人に関する事項などについて、所掌する。委員5人により構成される。 2008年4月1日に設置された政治資金規制法19条の3 2に規定がある政治資金収支報告書の記載方法に係る基本的方針を定めること登録政治資金監査人の登録に関すること登録政治資金監査人に係る研修を行うこと政治資金監査に関する具体的な指針を定めること登録政治資金監査人に対し 政治資金監査の的確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。国会議員関係政治団体の小学領収書等の開示拒否自由である権利の乱用または公の秩序もしくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。全覚悟に掲げるもののほか、法律または法律に基づく命令に基づき、 委員会に属させられた事務委員5人をもって組織し、国会の議決による指名に基づいて総務大臣が任命する。任期3年。同一の政党党に所属する者が3人以上になってはならない。委員長は委員の誤選によって定める。委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は委員長が決する。委員会に事務局を設置する。 ありがとうございます。